こんばんは、プリティです。今、女性の皆さんね、ちょっと急いだ方がいいというね、ニュースがあるのよ。中国の国営メディアがね、中国製の56社の生理用ナプキンから、細菌とか、あと、なんか虫とか、あと虫の卵、あと発がん性化学物質がね、検出されたっていうニュースがね、流れて、今、じゃんじゃがね、日本にいる中国人の人がね、まあ、いろんなところで薬局とかさ、あと百均とか、ナプキン買い漁ってんのよ。おばちゃんもちょっと買っとかなきゃなと思って。なんかそんななんかいっぱいね、漁られても困っちゃうわよね。前から発がん性物質が含まれて、まあそういう素材かなんかにさ、言われてたじゃん。じゃなくて、今度その発がん性物質だけじゃなくて、細菌とか虫とか虫の卵とかさ、バンバカが出てきたって、56社よ。56社。で、なおかつさ、何、チェックしてるところ、うちちょっと頼みますわって金積んでるところとか、ありそうじゃない。いや、本当に56社かって思えるほど、いや、ちょっと怖いニュースよね。だから、女性の皆さん、もしさ、安いさ、おナプキンあるじゃないですか。だから、どこさんとか、ちゃんと見とかないと、マムコ落ちちゃう。ポロッと。うん、ほんと危険だからね。マムコ、ポロッとね、落ちちゃうから、どこさんのものかっていうのをチェックした方がいいと思いますよ。うん、でも、国内産が一番安全。うん、おばちゃんもそう思うかな。あとね、ちょっと YouTube で流せないんだけど、すごいニュース入ってきたのよ。フィリピンでさ、ドテルテのさ、娘、今副大統領やってるじゃん。で、今の大統領のさ、マルコスと揉めてんじゃん。だから、もう衝撃的なのよ。もうテレビで宣言してんだけど、もし私が殺されたら、殺し屋雇ったから、マルコス大統領やを、キルしたるわって、依頼してんだって。もし、この娘の、今副大統領のサラ・ドテルテがさ、キルされたら、大変なことになりますよ。怖っ。いやもうめちゃくちゃ。いやもうテレビでそれ言ってんのよ。私キルされたら、お前らやったったるって言い出しとるから、分かってるやろ。かかってるやみたいな、もうそういうことでしょ。いやもうちょっともうめちゃくちゃ。フィリピンどうしちゃったの？あれもすごかったけど、お父さんのさ、ドテルテ。悪いお薬さ、売ってる新事系統の人たちをその偉いやつ呼んできて、ちょっとお前来いやつって。まあ、調子になってて、お前、やったるぞ、つらい。新宿系統の人たちがみんなブルったっていう。ねえ、おばちゃーん。あら、どうしたの、ラビちゃん。今、アメリカのスポーツ界で大変なことが起こってるんだよ。え？アメリカのスポーツ界？このフィリピンの話よりはもうすごくないでしょ。それは超えられないよ。私を傷したら、キルス屋に、あんたをキルス屋に依頼してるから、覚悟しやって、そんなニュース超えるものないよ。スパイク時速128キロ、アメリカの大学女子バレーのトランス選手が物議、相手チーム危険相次ぐ。カリフォルニア州サンノゼ州立大学の女子バレーボール部に所属する3年生、ブレア・フレミング選手が注目されています。トランスジェンダーの彼女に対する対戦拒否が相次ぎ、相手チームの棄権によりチームは12勝6敗の成績を収めました。1年生時にサウスカロライナ州の大学から州法の影響で移籍し、185センチの身長と時速80マイルのスパイクが注目されています。この問題は選手権大会や訴訟、政治的議論にも影響を及ぼし、トランプ次期大統領が就任とともに動き出すと言われています。体中に電気が走って熱くなるのよ。おばちゃんの話はいいよ。これってアメリカの人たちはどう思ってんのかな。トランスジェンダー選手といえど、個々の身体能力やホルモン状況は異なりますが、もしスパイク速度が128キロに達しているとすれば、男性的な筋肉の影響が疑われます。そのため対戦相手が怪我を負うリスクも高まり、特に筋力が重要な競技では不公平感が拭えません。こうした状況を放置すると競技そのものの公正性が損なわれ、女性選手にとっては身体的な危険性を伴う可能性があります。
選手個人に非があるわけではありませんが、競技の公平性を保つためにはルールの見直しや制限が必要だと多くのアメリカ人は感じています。だから今トランプが何かやろうとしてるんでしょ。その通りです。トランプ政権は以前、トランスジェンダー選手の女子競技参加について、女性の活躍の場を奪う行為であり、教育改正法第9編に違反するとの法解釈に基づいて反対を表明していました。今回もこのタイトル9に沿った動きを見せると言われています。タイトル9って何？タイトル9は1972年に成立した教育改正法第9編の通称で、公的高等教育機関における教育プログラムや活動における性差別を禁じる規定です。違反した場合、連邦政府からの財政支援が停止される可能性があります。特にスポーツでは男女の参加率を均等にする必要があり、この法律の施行後、アメリカで女性のスポーツ参加率は大幅に向上しました。あ、よく言われてた性差別のこれだ、あれなのね。男性がいっぱい、スポーツ競技いっぱい出てて、いや、女性だって、スポーツしてええじゃんっていうことでしょ。わかりやすく言うと、そうだけど、昔のね、そういうスポーツとか、肉体を使うのは男性がするんだみたいな、それはおかしいんじゃんっていうことを定めたのがこれで、その規制で定めてる性差別をなくそうという、この項目を、スポット当てて、私は肉体は今まで男性とか言われてたけど、女性の競技にどんどん入っていった。この昔の背景とはもう今は全然違うから、元の状態に戻そうっていうのがトランプの考えなんだね。いやもう、明らかにアマレスとかはダメ。だってもう女性の選手とか見てられないもん。格闘技とかさ。それはもうね、怪我してからとか、あと、など脳とかにさ、障害を負っちゃったらとか、ね、そういうことを考えないで、なんか今のスポーツ業界っておかしな方向に進んでるの？ダメなんじゃんっていうことだと思うわよ。へえ、そういうふうな説明してくれるとラビもわかるじゃん。みんながわかるように説明した私はすごいじゃん。投票に干渉か。高齢女性の手のひらに政党名を記入し投票所に連れて行った女を書類送検。公明党は関与否定。10月の衆議院議員選挙において高齢女性の投票に干渉したとして、公職選挙法違反の疑いで60代の女性が書類送検されたことが判明しました。この女性は大阪市鶴見区に住む無職の60代で、10月27日に行われた衆院選で80代の女性の手のひらに黒いペンで公明などと記入し投票を誘導した疑いが持たれています。捜査関係者によると、女性は大阪6区から出馬した公明党の候補者を支援しており、文字を書いた後、その80代女性を投票所へ連れて行ったとされています。取り調べに対し、女性は容疑を認めています。一方、公明党はこの件への関与を否定し、候補者本人は決してあってはならない行為であり、取材を通じて初めて知ったが、厳粛に受け止めるとコメントしています。公明党は関与を否定、公明党は関与を否定、公明党は関与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 否定。おばちゃんはこれ個人が勝手にやったことで、公明党はあまり関係ないと思うんだけど、でとりあえずこっち来いや、サイダー走って来いや、サイダー。お前らは関係ないと思うけど、毎回もうそういう時期になると声かけてくる近所の挨拶もしねばばべんで、おばちゃんどうしたの？ねえ、サイドガダヤ、ラビも信じてるよ。
ラビンところも一緒に投票行こうとかって、その時期になると言ってくる近所のジジイがいるけど、いや、お前らのところとは関係ねえと思うぜ。いや、でもはっきり関係ないって断言してるんでしょ。なあ、斎藤や。ラビもめっちゃ信じたるわ、ら斎藤。私も信じています。なあ、斎藤よ。野菜の摂取量、男女ともに過去最少に、厚労省、国民健康栄養調査で判明。厚生労働省が実施した国民健康栄養調査によると、成人の野菜摂取量が過去最低を記録したことが明らかになりました。この調査は昨年11月、全国の6014世帯を対象に行われたものです。その結果、20歳以上の1人当たりの1日平均野菜摂取量は 256g となり、1995年にこの調査が開始されて以来最も低い値となりました。性別に見ると、男性の平均摂取量は 262.2g、女性は 250.6g で、いずれも過去最低を更新しました。政府が推奨する1日あたりの目標摂取量は 350g で、この差はおよそトマト半個分に相当するとされています。野菜食べてないっていうよりも、高くて買えないわよね。それがすごく大きいと思う。だってスーパーとか八百屋行ってももう直視できない金額だもん。特にフルーツなんかも全然手が出ないよ。まあね、フルーツは食べたいにいっぱいあるけど、ちょっと二の足踏んじゃうわよね。だからなおさらお金なくて野菜とか全然食べれないとか、お米とかそう言ってる、なんかビトンのバッグとかなんかもうスーツとか着てるTikToker の姉ちゃんとか見ると腹割った憎いカルは。ああ、そういうのいっぱい今言うね。すごいのよ。お金ないって言っても、200万のビトンのバッグ？は？そういう TikToker のお姉ちゃんに限って。まあ、ミニスカ履いて、胸元開けとるわ。それを、何お金ないし、私セクシーだし、まあ、ビトンは持ってるけど、野菜は食べれないし、ざけんじゃねえよって感じなんだけど。まあ、そういうお姉ちゃんほど、やたらミニスカートで胸元開けてるよね。それでもう見えなくなっちゃってる。リスナーとか、ファンとかも、大変だわ、お金バンバン投げちゃって。いや、生放送とか TikToker のやつ見てると心がもう死んじゃう、ねえ、もう汚いものを見てるようでもう心が死んじゃう。2024年は夏の異常な高温が原因で野菜の生育が悪化し、収穫量が減少することが主な供給不足の要因となって価格が高騰しています。実際に今年は例年に比べて作物が病害に侵される被害や高温による生育障害が多発したため、出荷できない野菜が増加している状況です。要は高くて食えんのじゃ。キャベツなんか平年は80円のところ、今月12日には295円なんじゃ。食える値段じゃねえんだよ。あ、まじゃ、どうした。あと米な、なんで調子こいてずっと高い値段なんだよ。実際に作った農家さんのところは少量の潤いがあった程度だと言われてっけど、あんだけ高騰しといて残りはどこ行ってんだよ。農水省や集荷団体は説明しろや。マジで高くていっぱい食えんのじゃ。今日は一番マザーが荒れてね。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。明日だと明後日土曜日とかちょっと短い動画になるかもしれないんで申し訳ないです。おばちゃんのね、上司の、まあ、ちょっと身内の方でご不幸がありまして、ちょっと代わりにおばちゃんが出なきゃいけないんで、ちょっと動画とか、まあ、仕事的に忙しくなるんで、まあ、短い動画になるんですけどよろしくお願いいたします。あ、昨日ね、お昼
どっか食べに行こうかなと思ったんだけど、そのおばちゃんが回ってたさ、練馬の周辺さ、お店なかったのよ。で、コンビニで、まあ、買っても外寒いし、どこで食べようかなって、まあ、寒い時期って食べるのも大変でしょ。で、公園とかでちょっと食べようかなと思ったけど、工事現場のさ、おじちゃんとかさ、まあ、工事現場ガードマンしてる？工事誘導とかしてるおじちゃんとかがさ、もう、シートみんな座ってるから、じゃあ、立って寒い中で、いや、じゃあ会社帰って食べようかなって。で、まあ、戻ってったのね。で、会社で、もう着いて、100円ローソンで買ったさ、まあ、安いさ、カップラーメン食べてたのよ。生き返る。なんかおばちゃん YouTube でいろいろ動画上げてさ、YouTuber って言っていいと思うのよ。でも YouTuber ってほんと有名あんのかしら。それでおばちゃんがさ、カップラーメンだけ食べてたら、おばちゃんの上司が心配してくれてさ、なんかお昼食べ残った、なんかフレンチトーストの多分山崎かなんかだと思うけど、ラップに包んである。それ食べるって言うから、ありがとうございますって言って。で、ねえ、もしここにあったかいホットミルクとかあったらもうヘブンだわと思って。で、よくさ、その状況をさ、まあ、別視点から見てみるとさ、おばちゃん小公女セイラとかさ、ハウス名作劇場のヒロインじゃねと思ったのよ。でもヒロインだったらもっとね、なんか YouTuber として売れて、花を咲かせたいかなって。で、この YouTuber さ、なんで言うかっていうと視聴者さんでさ、ツイッターでダイレクトメッセージでいろいろ聞いてきた人いんのよ。前からなんかその YouTube 一本でやっていきたいとかって、いつか将来ね、なんか目的とかあるんですかって聞いてきたのよ。え、目的、まあ、例えばトップ YouTuber になれないと思うわよ。でもそこそこ行ったとするじゃん。で、ドットマネーを手に入れたとするでしょ。なんか買いたいものないし。マミー冷蔵庫の中備蓄しとくぐらいしか。あと、ね、ヨーグルト、あと、週1か週2でミスドと、あと、ケンタ行きたい。あと、服とかもワークマン長持ちしちゃってさ、新しいの買おうと思ってもさ、もう前買ったやつ、着古さないとっていう考えだから、なかなか上着も買えないのよね。靴ももうワークマンで買いだめしといたから。2500円のやついっぱい。あと欲しいもの。なんだろう。新しい iPhone？ これが一番ね、おばちゃんの贅沢だと思う。ゲップで払えるんでしょ？月、なんか5000とか6000円で。ゲップでね、買っちゃうと思うから。あとなんだろう、欲しいもの。なんか、もし花が咲いたとしても、花のない YouTuber になっていく気がするんだけど。いや、困っちゃったなぁ。自分でもなんか鼻ないわと思って。あと欲しいものとか、あと、まあ、一軒家とか別に買わなくてもいいし、今住んでるところで十分だから。なんかブランド物とか欲しいと思わないし、時計も G-SHOCK あるから。去年の夏買った8000のやつ。2種類ピンクとグレーの。あと欲しいもの。なんか今後、なんか欲しいものを考えることをちょっとしていこうかなと思って。ね、なんか良くないとさ、なんか普通の人になっちゃう。まあもうおばちゃん普通の人って認めますわ。じゃあこれじゃ売れんわと思って。なんかぶっ飛んでないとね。ぶっ飛んでる。あ、ドンパッチとかいっぱい久しぶりに食べたいな。ミルメイクとか。あと何ヨーグルトの味するなんかタブレットのやつ、100均とかで売ってる。花ない。じゃあおばちゃんにとったらそれ贅沢よ。